ホットモット、いつも温かく美味しいお弁当があるお店だよ。ごっこランドではお客様からの注文で大人気の海苔弁当やロースカツカレーを作ったり、自分だけのお弁当作りも体験できちゃうんだ。さあ本当のお店に行ってみよう。体験してくれるのはココロちゃん。今日は私たちホットモットのお仕事を体験してってね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ホットモットのお弁当私大好きです。お家で食べるのも好きだけど、公園とかお外でみんなで食べるのが大好き。ホットモットのお弁当大好きなんだね。ありがとう。日本中で1日に80万食もホットモットのお弁当は食べられているんだよ。たくさんのメニューからお客様に好きな商品を選んでもらえるというのもホットモットのこだわりなんだよ。しかもこれだけたくさんのメニューがあるんだけど、ホットモットではお店で毎日一つ一つ作っているんだよ。今ホットモットの中でも大人気メニュー海苔弁当のご注文をいただきましたよ。一緒に作ってみようよ。やった。いつもはゲームの中で作っているお弁当を作れるなんて嬉しい。お弁当作りで大切なことは何だと思う？それはもちろんガーンと美味しく作ることでしょう。一番大事なのは安全なお弁当を作ることでみんなが安心して食べられることなんだよ。それじゃあココロちゃんも制服に着替えてしっかり身だしなみを整えていきましょうね。はい。似合ってるね。キッチンへ入る前にコロコロを使って糸くずなどをきれいに取り除きましょう。次に手を洗っていくよ。指と指の間や手首、爪の間まできれいに洗いましょう。ホットモットの海苔弁当に何が入っているか知っているかな？白身のフライとちくわ亭。大正解。これはフライヤーといって揚げ物を揚げる場所だよ。それじゃあ白身のフライとちくわ亭を揚げていこう。美味しそう。ココロちゃん、ご飯の盛り付けをお願いできるかな？ホットモットではとってもお米を大切にしているんだよ。ホットモットのお弁当は全部盛り付けるご飯の量やおかずの量や重さが決まっているんだよ。日本中どこのホットモットで食べても同じ味、同じ量のお弁当を食べていただくことができるようになっています。それじゃあ盛り付けをしていこうね。まずはおかか昆布、ご飯の上にまんべんなく広げていくよ。次は海苔を1枚ご飯の上にのせます。これはカツオたくあん、ご飯の右側にのせます。次はきんぴら、最後は揚げ物、ちくわの天ぷらはご飯の左側、緑色のバランはちくわ天の横に、最後に白身フライをのせれば。やったー、できました。美味しそうにできたね。ありがとうココロちゃん。それじゃあ早速出来たてをお客様にお渡ししましょう。お待たせいたしました。ありがとうございます。お疲れ様でした。たくさん手伝ってくれたので特別にホットモットのお弁当をお持ち帰りください。やった、超お腹減ってんだ。みんなで食べるお弁当は美味しいよね。作っているところを知るともっと美味しく感じる。私たちはお弁当を作るプロです。安心安全なお弁当を毎日作り続けます。ホッとするような笑顔と言葉、そして美味しいお弁当をもっともっと多くの人に届けたい。それが私たちホットモットです。今日はどうもありがとうございました。